なんだろう、この本。ここはどこ？こんにちは、レナちゃん。ここはいろんな時代の町田市が見られるところなんだ。レナちゃんは昔や今の町田を知りたくないかい？知りたい。では目の前にある好きなカードを選んでもらえるかな。じゃあハートのカード。なんだか人がいっぱいだね。そうだね、これは昔の町田が映る鏡なんだよ。じゃあ一緒に見ていこう。これは1958年頃の原町田駅だね。町田市はちょうどこの頃人口約6万人でスタートしたんだよ。へえ、それだけしか人がいなかったの？そうなんだ。でもその後人がどんどん増えて、学校も建てるそばから満員になるほどだったんだ。あ、町田駅だ。そうだよ。でもこれは1988年頃の町田駅なんだよ。今の駅とちょっと違うんだね。あ、これは図書館だよね。この頃から子供たちに大人気だったんだね。次のカードを選んでもらえるかな。じゃあスペード。あれ、これは今の町田駅？そうだよ、これは現在の町田が映る鏡なんだ。これは町田駅前の様子だね。昔より建物が増えているね。本当だ。さらにターミナルプラザ前に中央図書館もできているね。すごく広くて、いつもどの本借りようか迷っちゃうの。今は昔よりもフロアが増えて広くなっているんだよ。あ、今度はおみこしがいっぱい。すごく楽しそう。これは2008年に開催されたみこしパレードの様子だね。この時は15機のみこしが集まったんだ。これだけ多くのみこしが集まったのは町田市が誕生して初めてのことだったんだよ。あれ、ここはどこ？ここは北部丘陵といってね、町田にはこんな風に昔ながらの里山が残っている場所があるんだ。じゃあ最後のカードを開けてみようか。はい。この場所はどこなの？これは未来の町田の創造図なんだ。へえ。町田は変わっていくんだよ、未来に向かってね。私はおしゃれするのが好きだから、お買い物とかできるところが増えるといいな。それとキャンプとかスポーツをするところとか歌も歌いたい。たくさんやりたいことがあるんだね。でもみんな自分の好きなことをできる街を想像するとワクワクするよね。ところでレナちゃんはどんな街になったらいいと思うかな？緑がいっぱいでみんなが笑顔で暮らせる街。ママが言ってたの、レナが大人になっても緑がいっぱいでみんな笑顔で暮らしてたらいいねって。ありがとう。そういう街をこれからみんなで作っていこう。そろそろお別れの時間みたいなんだ。またお話できるといいね。あれ、あの本がない。夢だったのかな。町田市では現在2012年度からの10年間に向けた基本計画を策定しています。そして8月11日から9月9日までパブリックコメントを実施します。詳しくは町田市ホームページをご覧ください。